今夜のお洗濯情報です。まずは天気の移り変わりを見ていきましょう。中四国から東北にかけて雨の範囲が広がります。ただ雨の範囲東に移動していきますので、九州や中四国のエリアでは天気が回復し晴れの範囲が広がります。こちらでは洗濯物を外干しすることができそうですね。ではアイコンで見ていきましょう。西日本の地域ではこの OK のマークとなっていて、夜は洗濯を外干しすることができそうですね。一方東日本や北日本の地域ですと夜の時間帯も雨が降りますので部屋干しが良さそうです。以上洗濯情報をお伝えしました。